どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、みんなの銀行1000円もらえるキャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいと思います。このキャンペーンね、皆さん知っておりますかね。ツイッターとかですごいね話題になったキャンペーンで、5月末にね始まりまして、個人的にはですね早期終了してすぐ終わるから、まあ動画ねまあ作るつもりねなかったわけなんですけども、こちらね2021年6月5日現在ですね、まだねキャンペーン継続されておりまして、紹介コードですね入力していただいて銀行口座をですね開設していただくとですね1000円がですねもらえるということで、結構ねお得なのではないのかなというふうに思いますので、気になる方はですね是非ね最後までご覧いただければなと思います。でですね、このみんなの銀行っていうのはですね、どこの銀行なんだっていう話なんですけども、福岡フィナンシャルサービスということで、福岡銀行とか熊本銀行とかがね所属しているグループということで、まあ、かなりね資金力があるんでしょうね。1週間経ってもですねこのキャンペーンね継続されておりまして、紹介コードをですね入力していただくとこの1000円がねもらえるっていう風になっておりまして、このもらった1000円についてはですね無料でねセブンイレブンのATM で出金することもできるっていう形になっておりまして、またですねご夫婦とかでね利用していただければですね、誰かのね紹介コードをもらって口座開設しますよね。そうすると自分にね1000円がもらえますよね。でパートナーの方に自分の紹介コードを入れてね開設していただくと、自分にも1000円がもらえて、パートナーの方も1000円がもらえるっていう風になりますんで、これだけで3000円がねもらえてしまうという風になりますので、簡単なんですよね。ですのでまだねやられてない方はですね結構ねおすすめかなっていう風に思ってるんですよね。でですね、これからね始めていただく方っていうのは紹介コードを入力しないと開設した方はね1000円もらえないっていう風になりますので、もしね私の紹介コードをね利用されたいっていう方はですね、こちら辺にね紹介コード載せておきますし、概要欄にもね載せておきますので、もし利用されたいっていう方はねそちらね利用していただければなと思うわけなんですけども、まあここはねお好みっていう風になりますんで、ご自身でね判断していただければなと思います。でですね、このもらったね1000円についてはですね、このみんなの銀行のこちらスマートフォンアプリでねやるわけなんですけども、デビットカード機能っていうのはね搭載されておりますので、 iPhone の方であればですねスイカチャージとかにもね利用することができますし、まあ先ほども言いました通りATM でね出金できるということで、まあ現金でねもらえるっていうのはねまたいいですよね。それではね実際の利用方法なんですけども、ちょっとねここら辺にね画面出しておきますね。まずねみんなの銀行のスマートフォンアプリをねダウンロードしていただきます。でですね、開いていただくとログインとね新規口座開設っていうのがねあると思いますので、まずね新規口座開設を押していただきます。そうするとですね、スマートフォンのビデオ通話機能を使っていつでも気軽に口座開設できますということで、証明書をね用意していただければですね、スマートフォンアプリでね口座開設が完了するっていった形になってるんですよね。で次へ押していただいて、本人確認書類のご用意ということで、運転免許証かパスポート、マイナンバーカード、もしくは住民基本台帳カード、もしくは交換庁から発行された顔写真付きの書類ということで、こちらをどれかね用意していただきます。で次へ押していただいて、申し込みに、ね、関する注意事項ね、こちらは15歳以上の方がね対象っていった形になります。でこちらのみんなの銀行の口座開設については、通帳とかねキャッシュカードとかは発行されないっていう風になりますんで、その点もね覚えておいてください。で次へ押していただいて、口座開設に関する注意事項ということで、同意書申し込み事項をね確認していただいて、まああとはね注意事項ね記載があると思いますので、こちらよく読んでいただいてですね、上記の同意の上口座開設デビットカードを申し込みますということで、こちらをクリックします。で次へ押していただくと、でこれでねお客様情報の入力ということで次へを押します。そうするとですね、ここからは個人情報をね入力していただいて、その後ですね証明書と一緒にビデオ通話をね行っていただくと、
口座開設がねできるっていう形になるんですよね。でですね、こんな感じで口座開設をねしていただくわけなんですけども、口座開設をねしていただいてログインしていただくとですね、紹介コードっていうのをね入力する画面がね出てくるっていった形になりますので、ここでね確実に紹介コードね入力してくださいね。こちらこの画面でね入力していただかないと紹介コードね後から入力することができないっていった形になっておりますので、この点をね注意してください。ちょっとね実際の画面がですね、ここはねスクリーンショットが撮れなくてお見せすることねできないわけなんですけども、一連のね個人情報を入れていただいてビデオ通話がね終わるわけなんですけども、その後にね紹介コードを入れる画面がね出てくるっていった形になりますので、ここでね確実に紹介コードね入れてログインねしていただきたいなと思います。それでは次にですね、この1000円がもらえるタイミングについてなんですけども、口座開設をしてすぐね付与されるのではなく翌日にね付与されるっていった形になりますので、この点はね覚えておいてください。でですね、ちょっとここら辺にね画面出しておきますけども、こちらはですねみんなの銀行のバンキングっていうね、まあこちら預金の画面なんですけども、普通預金に1000円、またね貯蓄預金に1000円って入ってると思うんですけども、この紹介コードを入力してもらえる1000円については貯蓄預金ってところにね付与されるっていう風になりますので、こちらねメイン画面の方にね戻ってみると普通預金がね表示されますよね。ですので紹介コードでもらった1000円は貯蓄預金に入るっていう風になりますので、キャンペーンコードをね入れて翌日になってアプリ開きますよね。そうするとトップ画面はね普通預金が表示されるっていう風になりますので0円になってると思うんですよね。ですのでいつまで経ってもねキャンペーンの1000円来ないなって思われると思うんですけども、一度ね真ん中のボタンを押していただくとこのバンキングっていうところがね見れるようになっておりますので、こちらのね貯蓄預金っていうところをですねチェックしていただけたらなと思います。でですね、こちらでまあ1000円ね今入っている状態っていう風になりますよね。この1000円をですねセブンイレブンの ATM で現金としてね引き出したい場合ですね、この貯蓄預金に入れておくと ATM でね出金することができないんですよね。この ATM で出金できるっていうのはこの普通預金のものだけが ATM で出金できるっていった形になりますので、もしねすぐ出金されたい方はですね、この貯蓄預金をタップしていただいて振り替えっていうのがありますよね。振り替えを押していただきます。そうするとですねセービングっていうところから移動先っていうのは選択できるようになってますよね。で選択していただくと普通預金がね出てくると思いますんで、普通預金をねタップしていただいて設定するを押していただきます。そうするといくら移動させますかっていうのが出ますので、まあ今回はね残高すべてね移行しちゃいたいなと思いますんで、残高すべてをチェックして移行するを押していただくと普通預金にねもともと1000円入ってましたので合計2000円がね入ったっていった形になります。これでですね ATM でお金がね下ろせる状態っていう風になりますので、もしね ATM で出金したい場合はですねこのまま ATM でね出金することができます。それでは次にこのみんなの銀行はですねデビットカードっていう機能があるっていった形になりますので、この1000円がですねそのままオンラインショッピングで利用することもできるっていった形になっております。でですねデビットカードについてはですねこのトップ画面からですね下にスワイプしていただくとデビットカードを使うっていうのがありますよね。こちらをクリックしていただきます。そうするとですねデビットカードの画面が出てくるっていう風になりますんで、こちらでね名前とかカード番号あと有効期限セキュリティコードとかね表示されるっていう風になりますんで、この情報をね入力していただいて利用ねしていただけるっていった形になります。で下の方にですね JCB のね J スケアの設定っていうのがあると思いますので、こちらもね設定していただいてですねデビットカード機能をね利用していただければなと思います。それでは次にですね ATM で現金を出金されたい方ですね、まずね出金するには手数料がね110円かかってしまうんですよね。これは一般会員の方だと手数料がかかるっていった形になるわけなんですけども、プレミアム会員っていうのはこちらね無料で利用することができるんですよね。今ねここにトップ画面が出てると思うんですけども、右上にね人のマークがありますよね。こちらをタップしていただきます。そうするとですね私の名前がね出てると思うんですけども、その下にねプレミアムって書いてありますよね。で私はねプレミアム会員なんですよね。
ね。でちょっとね、実際の画像は見せれなくて申し訳ないんですけども、こちらにですね、1年間プレミアム会員無料のバナーっていうのが表示されるんですよね。で1年間はですね、このプレミアム会員っていうのは無料でね利用することができますので、こちらね1年間無料のバナーが出ていることを確認していただいてですね、申し込みしていただければですね、このプレミアム会員は1年間ね無料で利用することができるっていった形になりますので、セブンイレブンの ATM 出勤もですね無料でね利用することができるっていった形になります。でですね、こちら1年間だけね無料になるということで、2年目以降はね600円かかってきてしまいますので、解約するのをですね忘れないようにねしていただければなと思います。それではですね、せっかくねプレミアム会員になりましたので、実際にねセブンイレブンに行ってですね ATM でお金ね引き出していきたいなと思います。まあ実際のねやり方とかもですね皆さんにねお見せできればなというふうに思いますので、ちょっとねセブンイレブンにねひとっ走りね行っていきたいと思います。いらっしゃいませ。いかがだったでしょうか。こんな感じでですね利用していただければですね、今回のキャンペーンで1000円もらえるわけなんですけども、そのままね1000円分ね ATM でね引き出すこともできるっていった形になっておりますし、パートナーの方とね一緒にやっていただければですね、合計ね3000分引き出すこともできるっていった形になっておりますので、お小遣い程度に狙いたいっていう方はですね、ぜひね今回のキャンペーンですね狙ってみていただければなと思います。でですね、もしやり方がわからない点がねございましたら、ぜひねコメントいただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットママホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。